やっぱ一番一人が儲かりますよね結論, <laughs> 結論 <laughs> やっぱ自分に取り分全部入ってくるんでただまあ,あの大変な部分はありますけどねでも大変な部分も結局大変じゃなくなるんですよねうんだからんで大変かって思ってるのかっていうとそれはまだ自転車を乗れてないからなんですよ自転車が乗れてない時ってうーん大変じゃないですか焦げたりとか。 あの時には血を流したりとかでもどうですかね自転車が乗れるようになったら大変ですかその,その自転車乗るっていうもはやもう手をねつかなかったとしてもこん,なんかパン食いながらねパン食いながらこんな高校生の時はまあ危ないんでや,やめた方がいいんですけど <laughs> パン食いながらも「ウィー!」みたいななんかその自転車に乗るという行為が怖くもないし不安もないしもう鼻くそレベルですよねだから結局のところ大変か大変じゃないかっていうのは あの一,定一定区間しかないんですよだけどその一定区間を多くの人が乗り越えられないっていうところでただ自分は自転車を乗れているんだったらその一定区間を乗り越えられた人なんですよだからその乗り越えられないものってないんですよね でじゃあなんで乗り越えられないかっていうと乗り越えられないということを自分の意思で決めちゃってるってことです無意識レベルで俺は無理なんだって。俺はやっぱできないな私にはやっぱちょっと難しそうかなっていう自分のフレーム自分の限界を自分で作っちゃってるからそれを乗り越えられないっていうだこれはね多分真似はする人いないと思いますけど僕も喋るの得意じゃなかったですし喋れなかったですだけどあの2万本ぐらい、えー、動画撮ったら喋れるようになりましたで2万本やってください 言言っっっててもややららないとと思うんですすけど2万本やったら本た当に僕が言ってることはわかります普通に鼻くそレベルで喋れるようになります。台本もなしで、普通に。でも、2万本やる人がいないので、まあその、すいすいね、こう乗れるみたいな感覚値にはなる人はいないんですけど。だから、その何が伝えたいかっていうと、今の大変はその,そのうち楽勝になるよって話です。だから、今のこの大変は今だけです。 だ今ね、コンサルしてる人でタイピング、ブラインドタッチ練習してる人いるんですけど、今大変なんですよ。でも、ちょっとずつ進化してて、吉田さん、なんか打てるようになってきました。わかりますで、これじゃあ、普通に打てるようになったら、その最初ね、この小指が、みたいな、特に小指なんですよ。小指、これ大変ですよね。小指ここみたいな。ホームポジション、小指こことかね、人差し指こっちか、みたいな。これ大変なんですよ。だけど、覚えたら、 何も大変じゃないですね <laughs> 言ってらっしゃい